したルイのことをたくさん紹介するルイタイムです。ぜひ覚えてください。ルイです。右側です。皆さん、ナビで振ってます。さあ、ステージにもたくさんの犬たち来てくれましたが、主役はルイです。じゃあ真ん中まで行く。よし。さあ、大ベテランです。こいつの名前を覚えてください。ルイです。たまにね、私もルイですっていう人もね、いたりするんです。ねえ、ルイ。メスのバンドイルカ、江戸水に来てもうすぐ29年になります。大ベテランです。はい、じゃあ真ん中でも挨拶してください。これしっかり前を向いて、はい、ルイです。ありがとうございます。頼れるね、もう僕たちよりも先輩のイルカなんです。江戸水トリーターもさすがに20年以上ここにいる人ね、まだいませんね。で、そんなルイは新人トリーターとコンビを組むことも多いんです。やっぱベテランなんでね、しっかりしてるんです。じゃあ、ちょっと左側の方も行ってみます。じゃあ、左側の人、よくルイの顔を見てあげてください。よっ、はい、沈んでる。はい、ルイです。僕が手を上げると水を吹いてくれます。それに、すごい妖怪で見てくれてます。はい、上手だね。ありがとう。そしてしっかり者のね、お母さんイルカでもあるんです。江戸水にいる間に子育てをして、子供がどんどん大きくなって、今一緒にショーに参加をしています。はい、じゃあルイの場合はだいぶ手が喧嘩してるから、あ、ルイで、いたルイの娘、あーどう、誰もいない。ルイの娘がどこかに行ってしまってました。ルイの娘たち、気まぐれでどこかに遊びに行ってしまったみたいなので、また後で紹介します。じゃあ、ルイのトリーターと最近ね、ハマってる遊びをやってみようか。ずっとね、江戸水で生活している中で、ルイがトリーターと一緒にね、遊んでいて楽しいなと思うことを僕たち見つけました。もちろんね、魚を使って何かやってる時以外でもルイと関わる中で、ルイはね、トリーターを見つけるとたまにこうやってオブを出してくれます。そして引っ張られるのが好きなんです。体重242キロ今あります。はい、それでもね、これはルイが好きなんで僕全然重くないんです。多分ね、女性の方でも全然できちゃいます。それぐらいルイが脱力してくれる。なんか僕が考えるに、おそらく自分じゃこうやって泳げないんです、ルイ後ろ向きに。だからね、あ、なんか自分で泳げないこの感じが楽しいぜってなってるかもしれません。はい、ルイ、ありがとうね。さあ、そんなことをしてる間に2頭の娘が帰ってきました。ステージの右側にいる2頭です。じゃあ、ミレニーから紹介いってもらおうかな。はい、お姉さんイルカの方です。2000年生まれのミレニアムの年からミレニーってつけました、この名前。だから年齢も2000年からカウントすると2023年の私はもう23歳。ルイとは結構年齢近いですね、そう考えると。で、なんかルイがかなり若い時にね、産んだ娘です。そしてもう1頭、なんかプカーッと浮いてます。はい、ここにいるのが沢です。今年で11歳になった沢。大丈夫か沢。パートナーの長江と遊ぶのがつまんないみたいな、ああやって嫌だよって言ってます。さあ、まだまだ甘えん坊の沢です。さあ、沢行きました。甘えん坊、たまにね、何か怖いこととかあったりするとルイのお腹の下に隠れたりするぐらいで、まだ沢はお母さんから離れられてません。じゃあルイ、ちょっとあれやってみようか。僕がね、足を動かすとルイ、おびれをバチャバチャってやってくれるんですけど、とっても上手です。まあ、すごい見てると分かりやすい、今。僕の、ね、合図をね、見ようとしてます。どうぞ。それ。あー、いいね、上手だ、とってもいい。水しぶきとってもかかってます。はい、ありがとうルイ。で、これね、水しぶきかけるの、おびれをバチャバチャだけじゃなくて、他にももう一個得意なジャンプがあって、真上にジャンプをしたときに、尾びれをね、パーンってルイが動かして飛んだときには、とっても張り切ってるときなんです。そのままお腹からね、着水するんで、ちょっと水しぶきがだいぶかかります。ルイ、もうちょっとまっすぐ顔を見て。おー、目と目を合わせて、一回沈むぞ。ほい。せーの。それ。ルイと一緒によろしくね。
ね。はい。では皆さん、ここからはルイや他のメンバーみんなで息を合わせて連続コンビネーションをお届けします。皆様もみんな手拍子で参加をしてください。それでは行ってみよう。ありがとうございました。